さあ、そして打席には村上が入ります。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。真ん中打ちました。切りました、ファールボールです。ヒットになりました。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ1点を先制しました。ライト前のタイムリーヒット1対0。ライオンズピッチャーが変わります。さあ、そしてバッターボックスには村上が入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあ、この辺りで中押しできるとより戦いやすくなってきますよね。なるほど、そうですよね。まずはボールから入りました。インコース打ちました。源田アウト。ここは送球が間に合っています。バッターは5番森。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に打ちました。取った。二塁そのまま入ってフォースアウト。